皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もバットマンアーカムナイト遊んでいきましょう。で、前回の続きですね、ゴードンを探し出して彼と協力してスケアクローを倒しましょうというメインミッションになってます。で、ゴードンがね、どうも一人で特攻したっていうことなんで、バットマンはエレクトリカルチャージを手にして、エレベーターだと、なんていうの、あそこまでが限界だ。シャフトを塞ぐ障害物を通り抜ける方法を探さねば。下に行くのか。なんかショッピングモール的なところにね、やってきました。電力がなくて動かないようだ。どっちでしょう。登って。あっち。開けられないの？登る。待て。そっちに行くんでね、下方向でしょ？これ、割れないの？ちょっと上に行ってみようか。ここは前回来たとこだもんね。ここではないもんね。これ割れないのか。どうしたらいい？そこにダクトがあるんで、そこ行きたいんだけど、開かないの？ちょ待って。ダメですね。これ登れないな。登れないな、じゃなくて開かないぞ。どうなってる？ん？ここどこ？ここはどこだい？あ、なるほど。ここで、待機して上にやるんだ。なるほどね。今のはよく分かんなかった。でですね、レベルアップして攪乱機を4つまでチャージ可能にしておいたので、まずね、彼らをやっていこう。あの衛星兵を無効化する。これすごい便利ね。で、さらにどうしようかな。エレクトリカルチャージで。リーダーは爆弾付きベストを着ている。まずは奴を封じなければ。すごいな、さすがはリーダー。装置を使って兵たちに気づかれる前にリーダーの起爆性ベストを何とかしなければ。こうか。で、ゴッド、こいつらペンギンよりもいい武器を持ってやがる。となるとやることは一つ。これですね。ヒョがぶっ壊してほしいとせがんでるぜ。三角ボタンで爆弾仕掛けのベストを解除する。どうもお嬢さん方、俺はバットマンにかけるぜ。ベストフレンドだし。さあ、あとはもうフルボコタイムよ。で、あの電撃の方はですね、正面から殴るとめんどくさいというか、コンボが途切れるんで、あ、これで途切れちゃった。そう、こうなるんでね、後ろからペチってあげないとダメ。これがね、ちょっと難しいんですよね。よしと。さてさて、そうしたらどこだい？これか、ヒューズボックス。こいつらの宿題はもうとっくに終わってるよ。奴らがどこで情報を仕入れてると思う？はあ、バーバラがバラしたかって？
お前のお仲間さんはな、全員ちょっと拷問しただけで泣きついたんだ。バットマンの秘密を全部教えますからやめてください。へーへーってな。自分もね、拷問は耐えられる気しないわ。拷問されて結局吐くんだったら、最初から痛めつけられる前にもう全部吐いちゃった方がいいっていう風に考えちゃう。でも米軍とか特殊部隊とかだと、まずね、仲間を売るなっていう風に。バットモービルで壁を破壊して追いかければ。教えられるみたいですね。あのドリル装置の上に車を下ろせば、この高さまで動かせそうだ。まずあのドリル装置の上に車を置く必要があるので、ドリル装置を何とかしてあげないといけない。ゴードンはお前を信じていた。お前が彼の町と家族を守ってくれるとな。お前は自らの失敗を償えるのか、お前は自らの運命を自分の手に取り戻せるか、答えは間もなくわかる。ケーブルがこっちに繋がってる。タレットか。コーナーカバーからのハッキング。短くない？15秒間。こっちか。なんかあった。これは何？この子は何？そこは割れたのか。なるほどね。で、ここにまた過電流。2台目の送風機が停止した。バットモービルをあのドリルの上に下ろそう。あれ、ちょっと待って、そこ別に割れてないのか。てか、ちょい。ここに来て追い込まれるとは。ここでバットモービルかなんかを使うんじゃないの。でした方向に行くと。ウインチではあそこが限界だ。でウインチを解放。さあ、そうしたらここにバットさんがいる。これを全部引っぺがしていくのか。そういうわけでもないんだね。そこだよね、問題は。あ、回せるのか。なんかよくわかんないな。どういう回し方？こういう風に引っ張るってこと？待って、逆ですね。こっちか。こういう風に回してあげれば下がっていく。これちょっと下がりすぎじゃない？ここでどうでしょう。でもそもそもバットマンが合流してないんだよね。バットさんがここに来てくれないといけない。バットさんはどっちから来れる？そっから来れるかな。ただ下に降りた瞬間にね、そう、このタレットがあるんで、これね、出らんないわ。
君はいろんなおもちゃを持ってるだろう。はっは、使ってみろよ。これか。でもリドラのあれか、これは。真下。こう開いて、でもこれリドラーチャレンジなんだよね。そう、本編とは関係ないチャレンジなので、ここはちょっと一旦お預け。下にあるね、あれをハッキングしたいんだけど。できないな。これまずいですね。できない。でも止まらないのか、たまげたな。となるともう完全にこれはもうバットモービル頼みしかないよ。もうちょっと下まで行ってみようか。おや、ここにタレットあったのか。最初からここに来ればよかった。よいしょ、これで破壊完了ですね。最初からね、一番下まで下げておけばよかった。で、そうしたら、次はですね、一段階上に行けばいいんだよね。こう引っ張って、で、ここで止めていく。よし。で、ここで、おじさんの出番。やっぱね、最後には機械じゃなくて人間の手なんですよ。何でもそうだけど。でもね、最近機械ってすごいなっていうふうに。近くにいらっしゃるようです。近いな。だがトンネルの方向が違う。手に入るだけの概略図を集めてくれ。最善を尽くします。その間迷われないように。そう、最近ねすごいなっていうふうに思ったのが 3D プリンターですね。あれね、お店で家電量販店で現物があって、でまあこういったものをプリントできますよっていうサンプルが置いてあったんですけど、人間ではね到底作れないような立体物。なんかね、円筒、まあ筒があるとして、で、中は空洞になってるんですけど、まあトイレットペーパーの芯みたいなものをね、想像してくれれば、これ、いいんですけど、そのね、円筒形の中にさらになんかこう、オブジェが掘ってあるっていうのがあって、これさすがに人間の手では作れないだろうなっていうふうに思いましたね。あれはすごい。まあ、めちゃくちゃ頑張ればできないことはないんでしょうけども、何くっさっき。ちょっとバットモビルどこ？クライフで登場しようかとも考えたが、思い直したんだ。俺が消えたと思ったが、そうじゃないことくらい分かってるだろう。倒れたら自分で立ち上がる。給油から学んだ。教えないよ。バックするしかない。あ、危ね。これはまずい。ターンして逃げていく。どっち？真正面。さあ、埋まったかに見えたけど。もう逃げ場はございま
していると思われます。ではヤツを倒す。バットモービルの装甲と武器ではあちらの車両にかないません。私がいる。どうにかする。アークムナイトの掘削機を破壊せよ。で、マップが出ましたね。ここでやつと一騎打ちか。どっか出てくる。居場所がわからない。スキャナーか。いや、見えない。100何メーターって書いてある。待って、怖すぎ。地味に怖いな。どっちにいる？いや、隠れてるのはどっちかっていうとあんただよ。近いね、近づいてる。いた。なんとかしてやつにダメージを与えないと。あっちかちかちか。いや、早くないあれ。なんとかして彼にダメージを与えないといけないんだけど、さっきのあの壁に張り付いてたコイルのようなものを彼がね、あの触れたらダメージを受けてくれたんだけど、行き止まりになってるところがいくつかありますね。ちょっと行ってみようか。こっちか。これまずいよ。待って待って、見えない見えない見えない。これでね、一回でも触れたらゲームオーバーっぽいんですよ。彼にあの掘削機に一回でも触れたらゲームオーバーっぽいので、ここむずいね。よし、食らったはず。あいつはだいぶ減ったね。これを3回ぐらい繰り返せば OK か。やめろ、アーカムナイト。想定内だ。俺たちはここまでだ、クレイン。手は打った。やつは苦しむぞ。やつは死ぬ。どこに行った？姿が消えたけど。あ、出てきたっぽいな。どうだ？次、次できればこっちに行きたい。まっすぐ。あ、近いって。あんな速く掘削機ってあんの？よし、ここ楽だ。これでまたモリッと減るはず。で、最後はこっちじゃない、こっちじゃなくて、ここを左折したところか。ここで、ここで待っていたい。近いな。いや、 180m。近づいてる。どこだ？いた。見つけてくれない。近い近い近い。だいぶ近い。どっちか来る？近づいてるね。いた。これ。
これを逃げ切ればこっちの勝ち。危ない。よし、これでいける。どうなった？ドアロックを遠隔解除しました。お逃げください。審判の日、ジャッジメントデー。審判の日といったらね、もうターミネーター2ですよね。ここか。地面が泥だけど一応トラクションはかかる。アーカムナイト、今にわかる。ようやく追い詰めた。これまで誰一人成し遂げられなかったことだ。俺ほどお前のことを理解してる奴はいないな。クレインが地域でオラクルを見つけたとでも。バーバーのことを奴に教えたのは俺さ。お前のことは全てお見通しだ。誰が心配するな。まだ全てバラしたわけじゃない。さあどうする、これ撃つしかなくない？バツボタンで脱出か。バットボンビルがコッパみじんに